今回ご紹介した内容はホンダ GB350S にじゃん、アクティブ性パフォーマンスダンパー、こちらの商品の取り付け、詳細にご紹介していきます。それでは行きましょう。こちらが本体のパフォーマンスダンパー、これは非分解式となっています。また力をかけてクッションさせたりとか、しないようにという表記になっています。前側のステを取り付ける場合に、こちらにあるエンジンハンガーボルトですね、前側2つを取り外します。エンジンが、傾斜してしまう場合がありますので、用心する必要があります。今回こちらのモデルはですね、エンジンガードがついていますので、通常よりも少し幅広になっています。同梱されている 90mm サイズのボルトだと届かないので、 100mm サイズのこちらのボルトを取り付けしていきます。入れていきます。それでは前側のステーを取り付けていきます。結構ね、これ厚みがある鋼板使ってるんですよね。はい、では前はまだ仮組みの段階です。そうしましたら今度後ろ側のステーですね、リザーバータンクを外して、この後ろ側にあるボルトに留めていくと、ステーをつけていくという形ですね。必要ですね、このステーを取り付けしていきます。パフォーマンスダンパー本体を取り付けしていきます。前側のボルトは、フランジボルトの 25mm ロックナットを取り付けします。リア側はフランジボルトの 22mm 同じくロックナットで取り付けとなります。パフォーマンスダンパーの取り付け位置も確認できましたので、前側のエンジンハンガーボルトですね、本締めしていきます。後ろ側のハンガーボルトも前と同じく 45N なので、このままトルクをかけていきます。はい、ここでしっかりとトルクがかかりました。リザーバータンクを元に戻します。パフォーマンスダンパーの取り付けボルトの締め付けは 20N となります。トルクをかけます。はい、ここまでですね。こちらの商品はですね、注意書きにもありますが、非分解そして非調整、出荷の段階で全てセッティングが整っている商品となりますので、皆さんお気をつけください。取り付けの位置関係で無理につけてしまうと、車体の方にも悪影響が、挙動も含めてですね、出てしまう場合がありますので、取り付けには十分経験のあるお店にご依頼をいただいた方がよろしいかと思います。指定車両以外の取り付けも禁止となっている商品です。このブーツ等ですね、こちらも触らないようにという指示となっています。規定のトルクをしっかりと守るセオリーとなっています。パフォーマンスダンパーは装着後フレームの減衰が変化する、そういった商品となっています。しっかりと純正を乗りこなして、それから取り付けていただいた方が変化がわかるという商品です。操作性等にも影響が出てくる商品となっています。車外しサスペンションでセッティングしている場合はですね、減衰を弱める方向でサスペンションの調整が必要となっています。水洗いはできるんですけれども、中性洗剤を利用して内部に水が入らないように洗車をするということが指示として書に書いてあります。 GB350S に防振対策が全くしていない状態でご紹介します。ノーマルだとハンドルエンドもついてるんですが、それも取り外した状態でスタートします。エンジンかけます。失礼します。
限下で撮影しています。少し回してみます。アクティブパフォーマンスダンパーを取り付けた状態でエンジンかけます。はい、失礼します。はい、今エンジン回転数は旋回転ちょうどとなります。先ほどのアイドリングの状態よりも液面が波打ちですかね、波の大きさですねが、少なくなったのがお分かりいただけますでしょうか。回転数を少し上げてみます。そうですね、今3000回転で回しているんですけど、そして収まりも心なしか速くなっている気がします。はい、以上です。アクティブパフォーマンスダンパー、そしてデイトナヘビーウェイトバーエンド、全て取り付けた状態でエンジン始動します。失礼します。はい、まずアイドリング回転数旋回転からのスタートです。先ほどよりも波の立ち方が穏やかになったのではないでしょうか。さあ、回転数を上げてどのような変化が起こるか、エンジン回転数上げていきます。先ほどよりもですね、水面に出てくる波の高さというか細かさですね、それが非常に細かくなって大きな波が出なくなりました。まあ、それが振動の防止対策につながるのかなと思います。シートの上、ライダーの方がいつも、またがって接する部分にも同じように先ほどのペットボトル置いてみました。アクティブパフォーマンスダンパーを取り外した状態、エンジンかけます。はい、失礼します。はい、今回転数が旋回転ですね。旋回転でのアイドリングでの
アクティブ性パフォーマンスダンパーのご紹介でした。実際に取り付けて乗っていただいたお客様の声もぜひ聞いてみたいと思います。検証動画をご参考にしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また見てね。